舞台となったビアベネット通りに掲げられたプレート甘い生活は1960年に公開されたフェデリコ・フェリーニ監督のイタリア映画である。1950年代後半のローマの豪車で大敗的な上流階級の生態、その場限りの乱チキ騒ぎやアバンチュール、社会を生きる上で指針やモラルを失った現代人の不毛な生き方を マルチェロの大敗的な生活を通じて描く。その映像美学で、カンヌ国際映画祭パルム、ドールやアカデミー賞一賞デザイン賞など、世界中の映画賞を総なめにしたイタリア映画界の巨匠、フェデリコ・フェリーニ監督の代表作。しかし、説明的な手法をほとんど行わない、難解な表現方法は、公開当時から世界中の批評家の議論の的になり、 作品の公開以降50年近く経つ現在でも、その評価は大きく分かれている。マルチェロ・マストロヤンニとアニタ・エクバーグが、トレビの泉でタワーれるシーンや、ビットリオ・ベネート通りの高級ホテルや、カフェ、様々な遺跡など、ローマ中の名所が、作品中に散りばめられている。ゴシップ新聞社の記者マルチェロは、ローマの上流階級や、芸能人が多く出入りする高級クラブやカフェで、 自らも彼らとの交友を楽しんでいた。そんな中アメリカのセクシーな女優、シルビアが撮影のためにローマ入りすることとなる。カッコないは日本語吹き替え。ありがとうございます。